見た目も華やかな創作パスタをご紹介。浦添市磯にあるミータイム、おすすめはお店の定番メニュー、鴨肉のわさびクリームパスタ。わあ、美味しそう。こちらなんとわさびを使ったクリームパスタ、すごい珍しいですよね。うん、あ、おいしい。この柔らかい味の中にもこのわさびの香りがふわっと香って、とってもなんか和な感じがします。ではこの鴨肉いただきたいと思います。とってもジューシーです。洋食でわさびとか日本の食材を使うことはあまりないと思うんですけども、わさびをベースにちょっとパスタを作ろうと考えまして、そこにあと炭火でいったあの鴨肉を乗せて、鴨肉と一緒に食べるパスタになってます。食後にはシュワッと爽快な自家製レモンスカッシュに、ちょっと贅沢なデザート、とろける生ティラミスも人気。ティータイムにもおすすめです。続いてご紹介するのは那覇市のニューシネマパーラーくもじ店。おすすめは旬の食材と自家製麺で作るマテ貝と菜の花のパスタ。すごくいい香りです。ガーリックの、はあ、食欲そそられます。この菜の花も春らしくて、とっても気分もパッと明るくなりますね。もちもちで、このオイルのソースととっても絡んですっごい美味しい。マテ貝とアサリ、貝がたくさん入っています。今回の麺はですね、沖縄県産のほうれん草を、練り込んだ生パスタを使用しています。 Today's パスタ、本日のパスタというメニューがあって、今はこのパスタを提供しています。見た目も華やかな創作パスタ、一度味わってみては。